皆さんこんにちは。神奈川県川崎市根本整体&ストレッチスタジオの根本です。今回のビデオではテニスエルボーとゴルフエルボーについてお話したいと思います。テニスエルボーというのは親指側のフライパンを返す動きです。それに対して小指側の方はゴルフ肘と言います。このテニスエルボーとゴルフ肘、1ヶ月半ぐらい周期間にかかってしまったり、長い方は1年かかる方もいらっしゃいます。その中でやはり日常生活や運動に支障が出てしまいますので、当院では整体の施術で関節に油を刺すようなことをやっています。また回復期に入った患者さんにはご自分でやっていただくリハビリ、ケア方法なども指導しています。簡単なやり方としては、この筋肉に対して直角に横に切るような、自分でも硬い肉をほぐすようなケアが有効になってきます。そしてその状態で筋肉をほぐすように炎症を一度起こさせて、アイスマッサージ、氷で冷やすようなことをやると回復期に有効になってきますので、テニスエルボー、ゴルフ肘で長く症状が残ってしまう方はぜひやってみてください。関節自体の調整は私たちプロが行っていきますので、この動画を見て下の方の URL に私の方のホームページも載せています。ぜひそちらもご覧ください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。